は、アメリカが衆国をイを州、ディファイアンス軍ディファイアンス出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。ディファイアンス高校、リンカーントレール大学を経て、2011年の MLB ドラフトでサンディエゴパドレスから9巡目指名され契約。2017年5月8日にマットシーザーとのトレードでシカゴカブスへ移籍した。2018年5月9日にメジャーデビュー。 この年は中継ぎとして10試合に登板した。オフに FA となる。2018年12月5日に、北海道日本ハムファイターズと1年の契約合意が発表された。2019年は開幕を1軍で迎え、3月31日のオリックスバファローズ戦で来日初セーブを挙げるも、その後は制裁を欠く投球が目立ち5月26日。 右肩鍵盤炎との診断で帰国。その後、7月に一旦は再来日したが、8月に再び帰国。結局そのままシーズンが終了し8試合に登板し1敗、2セーブ防御率9.00の成績に終わり同年、限りで退団となった。日本ハム退団後、現役を引退。2021年7月22日、インディアナ州立しかも、 アズ野球チームのアシスタントコーチ就任が発表された。直球の最速は時速 158km。ありがとうございます。